迂回上戦場木曽川迂回とは、愛知県犬山市の木曽川で、毎年6月1日から10月15日まで行われる迂回である。木曽川迂回、犬山迂回とも言う。増水、台風時以外の時は行われる。迂回は、基本的に夜に行う予報であるが、木曽川迂回は、夜の迂回の他に、昼間に行う迂回である、昼、迂回を唯一行っている。 1300年ほど前から行われており起源は、漁としてのうかいだが、現在は、古典漁法を今に伝える観光としてのうかいである。日本ライン下りを行っていた、木曽川観光株式会社が運営する。うしょうの装束は、風折り絵星、両伏、胸当て、腰身のという古式ゆかしいものである。船首にかがり火をつけたう船に、うしょうが乗り十羽のうを手縄をさばき、操り、 かがりびに集まってきたアユをうが次々に取る。ウショウとウは呼吸のあった動きを見せ、見事にアユを捉えてくる。うの取ったアユはウショウのより吐きかごに吐かせられる。実際にはうの首の紐の巻き加減を調整し、小さいアユはウの胃に入る。うは海ウ,ウを使っている。昼間のうかいはかがりびをつけないで行う。アユが寄ってくる光がないこともあり、アユを捉えるのは難しい。 近隣の柵に取り付けられている、迂回のプレートかかみがはらし観光案内基礎川、うかいかかみがはらし観光協会。ありがとうございます。